はい、皆さん明けましておめでとうございます。1月1日です。私昨日今日しかもうお休みないんで、夕方はね家でブラブラしてるんですけど、明日から仕事ですからね。私はね大変です。そうですね、今年は一発目からねちょっと PC の動画出していこうかなと思ってます。でもうね、本当私実際まあこの間、ね、Z87 のマザーボード壊れて Z97 ですねに変えて、でまあちょうどいい機会だったんでね、多少 CPU マザーボードフォームファクターの方とかね調べてたら、まあ、だいぶ進化してた。びっくりしちゃったですね。いや、こんなに進んでたのと。でさすがにこのまま、ね、4770K と Z97 のマザーボードを使い続けるのはさすがにちょっとなってことで、まあ一回ねとりあえずのところでこう上げとこうかってことでね、まあとりあえずのものを用意しました。でただ今 8700K Z370 出てて、まあそこまでいらないんですよ実際。私1ヶ月にゲームする時間っていうのがわずか数時間ですしかね、できる時間もないですね。あのホームシアターとかオーディオの方の時間の方が多いので、かなりなんであんまりその PC でゲームするってことなくて、ただまあこう検索したりとかそっちの方がほぼメインですね。で初めだけど、まあ組めばね組んだでこうもっと長く使えるかなとか思ったんですけど、6個はメインに降りてきましたからね、どうなんかなと思ったんですけど、まあとりあえず、まあ、パパパって一回組んじゃおうかなってことで、まあいっかってことでね、まあ実際 Z270 とか 7700K もまだ1年経ってないですよ。まあ厳密に1年経ってない、ほぼ1年しか経ってないってことで、とりあえずはね、まあちょっと中古で抑えて価格を抑えて、まあハイエナ買いですね、はい、俗に言う。でちょっと私の場合はこうこれからハイエナ買いになるかもしれないです。はい、でやろうかなと思ってます。まあ最新つうかなんつうんだろうな、本当に自作 PC がメインの趣味でガンガンね PC でゲームするよっていう人はね、本当最新でこう帰ってっちゃった方が多分いいんです。で以前使ってたマザーボード CPU は売っちゃえばそこそこの値段で売れるんで、次ね揃いやすいかなってのなんですけど、私の場合一切 CPU とかマザーボードは売りに出さないんで、ガンガン溜まってますからね。あの今マザーボードが3枚も溜まってます。 CPU が2個です。でそれそのまんまもう記念に取ってあるんで、多分今回これもねおそらく売りには出しません。買える時も次もね記念に取っとくと思います。まあ、そんな感じなんで、まあね、とりあえずはちょっとね価格を抑えてまあ揃えようということで、中古品、まあまあ中古品買わない方がいいんですけどね、 Z 系はね、 Z とか K 付けはねあれなんですけど、まあたまたまちょっといいのが見つかったんで、ね、今回買ってみました。ね、まずマザーが MSI ですね。で Z270 ですのゲーミング M7 の方をね購入しました。で、CPU なんですけれど、これ7700K じゃないんですよ。6700K の方ね購入してみました。でなんで 7700K じゃねえんだよって思う方いると思うんですけど、あの 7700K は一応発熱問題が全く解決しないまま、まあインテルは 8700K に逃げちゃったんで、あれは本当に何とも言えない CPU のまま終わってしまったということなんですよね。まあ異常発熱問題知らない方のためにざっくり説明すると、そうですね、まあ4コアなんで4つコアがある、その中の1つが、異常に発熱してしまうと。でその発熱もねまだこう80度台ぐらいで収まってくれてればいいんですけどね、その電圧なんかいじんないで、普通に使っちゃってると、90度後半まで行きます。この90度後半まで行くその CPU クーラーってリテールなのっていうと、リテールじゃなくて簡易水冷120の140、まあ一般的な簡易水冷のサイズをしてても97、8度まで上がっちゃうんですよ、コアの中の1個がね、たまに。
で、CPU の限界温度って100度って言われてますよね。まあ、100度上がるともういつ壊れてもおかしくないっていう状態で、まあ、そこギリギリまで上がっちゃうんだよってことで、で、それインテルが公式に回答しました。で、その回答の内容が、それは 7700K の仕様ですよと、ね、そういうふうにできてますみたいな、まあそれはしょうがないんですよってして、なんつうんかな、まあ100度まで届いてないでしょってことなんですよね。98度とか97度とかだから、壊れないよって、大丈夫だよっていうのがインテル側の回答でしたね。で、じゃあどういうふうに対策すればいいんだってことになってくると、まあ、まずは最低でも簡易水冷、120、240ミリのラジエーターを使った簡易水冷を CPU クーラーに積んでください。あとはマザーボード、には、まあ、ケースファン、CPU ファンを制御する機能があるんで、そちらでちゃんとね、ファンを制御してください。あとはオーバークロックはしないでください。ケース機なのにだよ。ケース機なのにオーバークロックはしないで、定格で使用してくださいっていうのと、あとは空張りですね。まあ、リキプロかとか、そういったことは、保証の対象外になってしまうので、しないでください。もうどうしようもないですよね。この回答をもらっちゃったら、捨てられたという ふうに思う以外ないんですよ。まあ、その中でもね、ほんと電圧いじったり、なんだかんだ試行錯誤して、それでも80度台で、なんとか収まるかなって、80度後半ですよね、要はね、ぐらいで収まるぐらいにしかならない。で、もうどうしようもない人は、もう7700K から 6700K に落としちゃった方も多かったし、もう 7700K を捨てて、8700K に移っちゃったって方も多いです。もうどうしようもないんで。で、まあ確かにね、今回短かったっすよね。7700K が1月6日、8700K が11月2日ですからね、これ発売されたのね。この短期間に CPU 出ちゃったんだと。で、まあね、ライゼン系も出てきちゃってね、AMD から。で、7700系もね、もう異常発熱問題がもうどうしようもなくて、まあそこにね、8700系投入してきたということなんですけど、まあ私はとりあえず今回は、6700系の、Z270 ゲーミング M7 で、ですね、動画の方をね、組んでいきたいと思います。で、そうですね、まあ、最初、今回お触りの動画になるんですけど、実際ですね、こちらが私、今現状使ってる PC ですね。ちょっともうちょっと引きますか。引けねえや、もうこれ以上。こんな感じになってます。で、CPU が4770K で、マザーボード、これ1回ね、ASUS 今入ってます。グラボが MSI で、マザーボードが ASUS で、こう、なんだろう、メーカー違いだと、どんな不具合が起きるのかな、使いにくいのかなっていうの検証をちょっとしたくって、ASUS のマザーがね、1万余ってるよっつうんで、まあ、もらって、今、入れて、まあ、いろいろやってたんですけど、確かに使いにくいっすね。はい。これはまあ、後で。で、グラボの方が、これ 980Ti なんで、こちらはもう SLI にします。SLI 対応のゲームをします。はい。そういう感じで、まあ、使っていこうかなと。思ってますね。まあ、実際この Z97-4770K から Z270 ですねの、コアが 6700K に、移す、その作業工程っていうんですか、それを全部ね、なんだ、動画として出していければなと思ってます。ではね、今回はまあとりあえずお触りということで、次ね、ガンガン動画出していくので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。